トライアンフスピットファイアは、イギリスのトライアンフが1962年から1980年まで生産した小型にシーターオープンスポーツカーである。オースチンヒーレースプライト及びその兄弟車の MG、ミジェットとともに英国製小型軽量スポーツカーの代表車種として親しまれた。名称は、第二次世界大戦中のイギリス軍戦闘機に由来する。 ライバル会社であったブリティッシュモーターコーポレーションから一足先の1958年にデビューしたオースチンヒーレースプライトマーク1がオースチン A30 をベースにしていたようにスピットファイアはトライアンフの小型大衆車ヘラルドをベースにしていたヘラルドは当時すでに旧式になりかけていたセパレート式シャシーを採用していたためこれを短縮して スポーツカー用シャシーを作り出すことは比較的簡単であった。その反面ヘラルドは当時の英国車としては進歩的なスイングアクスル式のリアサスペンション、ラックピニオン式、ステアリングギアを持っており、これは古典的な固定軸サスペンションのスプリジェットに対する操縦性面でのアドバンテージとなった。ボディデザインはヘラルドや兄貴分のスポーツカー TR4 同様、 当時新進のイタリア人デザイナーであったジョバンにミケロッティに移植された。純英国風のスプリジェットに対し抑揚のあるフェンダーラインを持つ車体には当時まだサイドウィンドウを持たなかったスプライトに対し最初から巻き上げ式のサイドウィンドウが装備され居住性の面では優位に立っていた。また、ジャガー E タイプ同様ボンネットはフェンダーまで一体となって大きく開き、 整備性も良好であった。スプライトの開発は1960年頃には完了していたが、当時のスタンダードトライアンフ社にはこれを生産化する視力はなく、実際の発売は1960年のレイランド、モーターズとの合併後の混乱が収まった1962年に入ってからとなった。計画が凍結されて、工場の片隅に埃をかを被って放置されていた。 プロトタイプをレイランド社幹部が発見、直ちに生産化を承認したと言われている。マーク、愛最初のスピットファイアは直列4気筒 1147ccs ツインキャブレター付きエンジンを搭載。室内もプラスチック製のステアリングホイールやゴムのフロアマットという必要最低限の装備内容であった。当初はスピットファイア4と呼ばれたが、 その後マーク2が登場すると区別のため、マッキーとも称されるようになった。1964年モデルからは、機械式オーバードライブワイヤホイールハードトップがオプション装備可能となった。生産台数は45,753台。マーク31965年3月に改良されて、マーク2に発展した。外観などマッキーとの変更点は限られていたが、 カムシャフト野球排気マニホールドの改良によって、エンジン出力が67馬力 6000rpm に引き上げられ、最高速度も時速 148km となった。クラッチも強化され、内装も鉄板の露出がほとんどなくなり、床もカーペット式となった。当時の英国での価格は550イギリスポンドで、505イギリスポンドの スプライト515イギリスポンドのミジェットに対し、やや上級に位置づけられていた。生産台数37,409台。マーク3は1967年3月に登場した。外観では、主要輸出先であるアメリカ合衆国の安全基準に合わせてバンパー位置が高められ、後ろも2本のオーバーライダーに変えて、バンパーが付けられ、後退等も標準装備となった。 当初はそれまでと同様メーター類はダッシュボード中央に付けられて右、左ハンドル車作り分けのコストを節減していたが、1969年の米国向け輸出車からは新しいダッシュボードが用いられるようになり、後の巻部からはそちらに統一された。エンジンはボアが拡大されて 1296cc となり、ツインキャブで75馬力を発揮した。 マキブ以降のスピットファイアは、郊外対策等の理由で性能が徐々に低下するので、0から60マイル加速12.5秒の魔界は、歴代最速のスピットファイアとなった。生産台数65,320台。MK4MK4 は1970年末に登場した。最大の変更点は、リアスタイルで、やはり、 ミケロッティがデザインした兄貴分のスタックや2000マーク2に似たデザインとなった。同時にフロントもデザイン変更され、多い認証を若返らせた。インテリアも変更され、ドライバーの前にメーターが並ぶ新しいダッシュボードが与えられた。エンジンは同じ 1296cc であったが、TR6 とエンジン生産工程を共通化させるため TR6。 と同じビッグエンドベアリングが与えられ、排気ガス規制の影響もあって、魔界と比較して性能は低下した。また、ギアボックスにはようやく一足にシンクロが付けられた。しかし、最大の変更は改良は、後輪サスペンションでキャンバー変化を抑制され、急激なオーバーステアリング発生の危険を大幅に取り除いた。当時の販売価格は735イギリスポンドで、 721台が生産された。1500、1500はスピットファイアの最終発展型として1973年秋に米国向け1974年モデルとして登場。英国でも1975年以降は1500が販売された。1500cc への拡大は排気ガス対策による性能低下を防ぐためであったが、確かにトルクは増強されたが、 このエンジンは、クランクシャフトのメインベアリングが3ベアリングのままだったため、1300cc より、ラフで故障も多かった。米国向け輸出使用者では、排気ガス対策と低奥ン価の無塩ガソリン使用のため圧縮比が7.5、1に落とされ、最高出力は53馬力と極端に低下し、0から60マイル加速には14.3秒を要した。また、 安全基準の要求するヘッドライト庫を出すため、米国使用者ではスプリングが伸ばされて、車高を高くしていたため操縦性も悪化していた。バンパーも当初は、オーバーライダーを大きくしていただけであったが、1979年以降は、黒いプラスチック製バンパーが装着された。一方、細部は小刻みに改善され、ヘッドレスト付きリクライニングシート、ウッドパネル割リダッシュボード、 電動インドウォッシャーやハザードランプが時代の要求に合わせて装備された。その反面、ワイヤーホイールはオプションリストから外された。トライアンフ社のコベントリー市内にある管理工場が閉鎖される直前の1980年8月、インカイエローに塗られたハードトップ付きの英国仕様スピットファイア1500がラインオフした。 それが95,829代目の1,500であり、最後のスピットファイアであった。この当時のアメリカでの価格は 5,995US ドル、イギリスでは3,631イギリスポンドであった。当時の日本にも、アベモータース等のトライアンフ輸入総代理店を通じ、多数が輸入された。中古車も並行輸入で多数が上陸している。ありがとうございます。